こんにちは。第二種電気主任技術者の平です。今回は、電研二種一次試験より、令和2年度から問3の電流源と電圧源の等価変換とテブナンの定理の計算問題を解説していきます。それではやっていきましょう。まず、問題文を読み上げます。次の文章は、直流回路に関する記述である。文中の四角に当てはまる最も適切なものを回答群の中から選べ。図1のように、電流源、電圧源及び抵抗を接続した回路がある。図1の破線で囲まれた部分を図2の破線部分に示す抵抗 R と電圧源 E に等価変換すると、R イコール括弧1、E イコール括弧2となる。図2から抵抗 R1 に流れる電流 I1 を求めると、I1 イコール括弧3となる。また、R1 で消費される電力 P は、P イコール I1 2乗かける R1 で求められる。したがって、R1 イコール括弧4の時に、電力 P は最大となり、P イコール括弧5となる。では、括弧1、括弧2を解いていきます。括弧1、括弧2は、問題文の下線より、図1の回路の破線で囲まれた部分を、図2の回路の破線で囲まれた部分に等価変換させたとき、図2の抵抗 R を括弧1、電圧 E を括弧2として求める問題です。まず、問題を解くために図1の電流源を電圧源に等価変換させます。この等価変換の方法について、次のスライドで説明します。まず、電流源と電圧源に負荷抵抗をつないだ回路を考えます。電流源の回路図はこのようになり、この時、抵抗 R1 は内部抵抗で、抵抗 r は負荷抵抗となり、青色の破線枠が電流源になります。また、電圧源の回路図はこのようになり、この時、抵抗 R2 は内部抵抗で、抵抗 r は負荷抵抗となり、青色の破線枠が電圧源になります。ここで、電流源と電圧源の等価交換の条件は、負荷抵抗から見たとき、電流源と電圧源が負荷抵抗に対して同じ働きをすることであり、同じ働きとは負荷抵抗の消費電力が同じであると言えるため、消費電力が同じであるとすれば、電流も同じであると言えます。よって、電流源と電圧源の等価変換の条件式は、電流源回路の負荷抵抗に流れる電流 I1 と、電圧源回路の負荷抵抗に流れる電流 I2 が等しくなることです。では、I1、I2 を求めると、I1 は分流の式より、I1 イコール R1 プラス r 分の R1 かける I0 となり、I2 は分圧の式より、I2 イコール R2 プラス r 分の1かける E0 となります。ここで、I1 と I2 を分母と分子、それぞれ等しくするための条件を考えると、まず、
分母については R1 イコール R2 とし、分子については R1 かける I0 イコール E0 となり、この2つの条件を満たせば I1 イコール I2 となり、電流源と電圧源の透過交換の条件を満たします。なので電流源と電圧源をお互い変換させるときは、内部抵抗 R1 と R2 が等しいことと、電流源の電流 I0 と内部抵抗 R1 の積が電圧源の電圧 E0 と等しくなる条件を使います。ではこの条件を使って図1の青色の破線枠の電流源を電圧源に透過変換させます。図のように透過変換後の内部抵抗を R' 電圧を E0 とすれば、条件より R' イコール3で、また電圧 E0 は E0 イコール 3×7 イコール21となります。では次のスライドで図1の回路から図2の回路に変換させます。では図1の回路の破線部分の電流源を電圧源に変換させた回路図はこのようになります。ではこの回路を図のような抵抗1個、電圧1個のみの回路図に変換すると、抵抗 R は直列のため1プラス3で4オームになり、これが括弧1の答えです。また電圧 E についても同様に直列であるため21マイナス5で16ボルトになります。これが括弧2の答えです。次に括弧3括弧4括弧5を解いていきます。問題文の下線より括弧3については図2の回路の抵抗 R1 に流れる電流 I1 を求める問題です。括弧4括弧5については抵抗 R1 の消費電力に関する問題で、最大の消費電力の場合の R1 を括弧4、その時の消費電力を括弧5として求める問題です。ではまず図2の R1 から左側の回路をテブナンの定理を用いて変換するとこのようになります。ではこの時の R0、E0 を求めていきます。まず R0 についてですが、図のように抵抗 R1 を解放し電圧源を短絡した場合、端子 AB から左側を見た時の抵抗 R0 となるため、並列回路の合成抵抗の式より R0 イコール3分の4オームになります。次に電圧 E0 について求めていくと、先ほど同様に R1 を解放し回路に流れる電流を I0 とします。 I0 はオームの法則より I0 イコール4プラス2分の16マイナス4となり、計算すると2アンペアとなります。よって抵抗4オームの電圧効果は8ボルトとなるため、端子
AB 間の電圧である E0 は 8V となります。では、テブナンの定理により変換された回路の R0、E0 が求まったため、電流 I1 を導出すると、I1 イコール R0 プラス R1 分の E0 となり、値を代入すると、最終的に4プラス 3R1 分の24となります。これが括弧3の答えです。では、次に括弧4、括弧5を求めます。括弧4と括弧5は、抵抗 R1 の最大消費電力の問題のため、回路図より R1 イコール I0 イコール3分の4オームの時、消費電力 P が最大になります。これが括弧4の答えです。また、消費電力の式は P イコール I1 2乗かける R1 であるため、値を代入すると最終的に12となります。これが括弧5の答えです。よって、今回の問題の答えは、括弧1がよ、括弧2がる、括弧3がへ、括弧4がに、括弧5がおとなります。以上が今回の問題の説明です。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。